アガタモリオは日本のフォークシンガー、シンガーソングライター、映画監督、俳優、エッセイスト。北海道ルモイ市出身。埼玉県川口市在住。本名は山形モリオ。函館ラサール高等学校卒業、明治大学中退。所属はダーナロス。父は運輸省海運局に勤務し、父の転勤で北海道ルモイ市で生まれ。 生後感もなく、小樽に移り、小学3年から青森で、中学からは、函館で育った。小樽の入選小学校に通っていた頃、担任だった教諭の佐藤恵子に勧められてみた、ディズニー映画、海底にまんまいる主人公のネモ船長が、人生初のヒーローとなる。1965年、函館ラサール高校2年の夏、ラジオで聞いたボブ・ディランの、ライクは、 ローリングストーンに衝撃を受け、作詞作曲を始める。退職した父が家族で、横浜に住みたいと言い出したため、家族と共に上京し、一年浪人後、明治大学に進学。1969年12月、URC レコード事務所へ赴き、早川吉浦の前で歌い、早川に進められ、1970年1月、IFC 前夜祭りで、 初ステージに立つ。1970年3月、鈴木慶一と出会い、アンクサーカスを結成。斉藤哲夫、野沢教授らとも親交を深める。1971年8月、中津川フォークジャンボリーに、あがた、森尾とはちみつパイとして参加。春一番コンサートにも同様の組み合わせで参加。これを見た、キングレコードのディレクター。 三浦三則にスカウトされ、三浦が1972年、キングレコード内に設立した、ベルウッド第一弾アーティストとして、メジャーデビュー。1972年4月25日、林誠一の同名漫画を題材とした、シングル、赤色エレジーで50万枚を売り上げるヒットになり、広く知られるようになる。あがたは吉田拓郎や、泉谷茂。 友部雅人と共にニューフォーク4人の騎手と呼ばれた。あがたは演歌と見まがう歌唱でフォーク界の異端児と呼ばれた。また先行する吉田拓郎たちとは違い、あがたはテレビに進んで出た。赤色エネジーの大ヒットは午後11時の出演がきっかけ。アングラの企画で呼ばれたが着るものがなくてちびた下駄ばきで出たら大橋巨船が面白がありからかわれた。 するといろいろな番組から出演オファーが来て小川博士賞や夜のヒットスタジオなど呼ばれた番組にすべて出演した。そこで得た収益を元手に1974年、制作、脚本、監督、主演、音楽を兼ねた僕は天使じゃないよう制作。商業的に失敗した額の借金を背負う。世間から忘れ去られて5年が経った1981年。 女性二人を加えた七人編成のバージン VS を結成。下駄履き、ギターを抱えたイメージのあがたが少年アニメの主人公のようなユニフォームにレーザーガンを抱え、銀ギ,ギラギンにメイキャップした変身ぶりに音楽関係者は唖然とした。自身エイジと名乗りテクノポップを展開。1990年にはライゾーなども結成。ニューウェーブから ワールドミュージックまで視野を広げた。1990年代半ばには、月刊漫画、ガロに、映画、オートバイ少女手帳と題する随筆を連載していた。肉体三部主義者、自然主義者で、食事から健康法に至るまで、ナチュラル思考であり、自然治癒力を強く信じている。このため風邪をひいても薬は飲まず、よほどではない限り医者へはいかない。歯だけはそうもいかず、 1993年頃に歯医者を訪れ現代医学の進歩に驚く。その際にダメになった歯が補修や抜歯をするしかないことに改めて自分自身が肉体数歯医者であることを思い知らされる。歯を一本抜いたところ非常な教襲にかられた。師匠としてボブ・ディランと稲垣たるホを挙げている。2000年以降は佐藤慶子先生は 残酷な人ですけど、タルホロジーリリース、2008年、60歳を迎え、ライブツアー、惑星漂流60周年を、全国各地で展開、2009年2月22日、記念イベント、ジパングボーイズコーの一夜を開催。同年10月ドキュメンタリー映画、アガタモリオややデラックスが制作された。2012年デビュー40周年記念アルバム、 女と男のいるほどをリリースや記念コンサートを開催。2013年富士ロックフェスティバル13に出演。2014年、2015年にはフィル・スペクター、ボブ・ディランとの出会いから50年を振り返ったアルバム、浦島64、浦島 65BC をリリース。ライブ版、カバーアルバムなどを含め40枚余りのアルバムを発表する傍ら、 映画監督や役者としても活動。また、2007年から月刊日記映画を毎月制作、上映会も行い、全国で精力的にライブを展開している。現在、デビューからの45年史をまとめた自主制作ドキュメンタリー映画、あがたカメラ、佐藤慶子先生を探しての制作を進めている。オリジナルアルバムライブ、アルバムベストアルバムサウンドトラックアルバム、 ありがとうございます。